だって好きになっちゃったの。普通に幸せ、私たち普通に幸せだった。私は普通に愛されていて、君のことを普通に愛していた。でももう君には普通に幸せになんかなってほしくない。君が普通に生きているなんて嫌だ。君が人を傷つけた自分によっていい思い出みたいに語って普通に生きていくなんて、そんなの絶対に嫌だ。絶対に幸せになんかなるな。でもそれでもそれだけ本当にどうしようもなく君でいっぱいだった。じゃあ上がりますね。客ゼロでしたね。石本さん初日だったのに。みのりで大丈夫です、同い年だし。みのりちゃん、はい、店長もシフト組むの下手なんだよね。買い出しから全然帰ってこないし。伊佐子とこ好きなんですか。あ、これ人に借りてるやつ。私めっちゃ好きなんですけど、周りに知ってる人誰もいなくて、ショーとか撮ってないんで目立ちはしないんですけど。あ、いらっしゃいませ。店長いない。ラッキー。また遅刻じゃん。朝までシャンリーウェンの映画見てたら起きれなくてさ。あ、これ本の持ち主。レイとケイスケとはバイト仲間だった。二人は同じ美術大学に通っていて、予備校からの戦友で、二人にしかない言語があって、私はすごくそれが羨ましかった。でも私は二人といると特別な、なりたかった自分になれた気がした。じゃんけん。決めてって言ったんだよ。それから誰でも予想がつくかもしれないけど、私はケイスケに恋をした。ケイスケにひどいことされたら言って、私がボコボコにするから。二人でボコボコにしよう。そうしよう。一周年おめでとう。イエーイ。ハッピーバースデー。ハッピーバースデーじゃなくて。あ、そっか。イエーイ。おめでとうです。じゃあ一緒にさ、ふーってしようよ。あ、いいよ。いくよ。せーの。はい、これ。これ俺からのサプライズ。ケイスケのことだから忘れてると思った。ひどくない？開けてみて。いいの？うん。なんだろう。せーの、じゃん。かわいい。なにこれ。蝶々好きって言ってたからさ。超かわいい。ありがとう。君の愛情にあぐらをかいていたのかもしれない。何やったって、どんなこと言ったって、絶対に離れないって。調子に乗っていたのかもしれない。
んな私に罰が当たったのかもしれない。もう帰んの？ごめん、噛んだきゃ。彼氏に会うのか。大学の課題。またね。かった、じゃあね。バイバイ、気をつけて。付き合ってたのに、なんで何も知らないんだろうね。お疲れ。久しぶり。あ、部屋着借りんね。うん、いいよ。よいしょ。ケンスケと仲直りした？うん、なんかうまくいってないって言ってなかったっけ。なんかあんま会えてなかっただけかも。そうなんだ。だからもう大丈夫。まあ会うのはたまにだけど。レイはあれから彼氏とどう？あ、なんか通知来てるよ。うん、ケイスケから。今から置いといて何、珍しい。え、じゃあ私帰ろっか。え、大丈夫だよ。でもどうしたんだろう。なんか怪しくない？なんで？いや、あんまケイスケこういうのないし、女の子思わ？そう。みんなすごい。頑張んないと。そうだよ。あれ、なんで？いや、ルイがちょうど泊まりに来ててさ、せっかくだし、久々に3人でもいい？俺、仏教じゃなくてもよかったよ。大丈夫だよね。ケイスケのコップは、はい、これね。あ、そのコップ、かわいいよね。あれ、見たことなかったっけ？昔、ケイスケがくれたんだよね、珍しく。珍しくってなんだよ。本当のコップじゃん。あのね、ケイスケさん、シャン監督の新作見た？見た。あれ面白かったよね、結構。めっちゃ、え？めっちゃって言ったけど、え、微妙だった。マジで？まあ、前作の方が良かったけどさ。え、そう、前作のが好きだった。あ、でも。どんな映画なの？ミナリはそんなに好きなやつじゃないかな、ね。そうだね。得意じゃないかな。なんか髪の毛ゴミついてるよ。え、嘘。え、ありがとう。急にどうした？え、ついてんなって。あざっす。何？え、これビール。ん？本当に？え、本当に。嘘じゃん。嘘じゃない、見ればわかるんじゃん。え、いいよ。うわ、ビールだ。だから言ってんじゃん、ビールだよって。やっぱビール苦手だな俺。何飲んでんの？嘘でしょ。なんかお腹空いたし、ご飯作るわ。うん、ありがとう。
さすがにひどすぎだよ。ごめん。いくらなんでもひどすぎない？ごめん。いつから？いつって？デート？最近。最近っていつ？1ヶ月前とか。なんでさ、レイなの？魔が差した。ならさ、もっと違う、私の知らない女にしない？普通ごめん。じゃ今日何、会おうって言ったのも私と別れるため？違う、今日はただ会いたくて。バカみたいじゃん、私だけ喜んで。みのりが許してくれるか分かんないけど、俺は別れたくない。俺が好きなのみのりだけだからさ。今度返すから。あたしよりブサイクなあの子にして、あたしより幸せになるつもり。最低なやつに許してもらえないかもしれないけど、
魔が差しただけで。本当に好きなのはみのりだけだから。私も圭介のこと嫌いになれない。でも分かんないよ、信じていいのか。許してもらえないかもしれないけど、あれは魔が差しただけで。本当に好きなのはみのりだけだから。もしもし。私たち明日から他人だね。今日までの2年半を忘れて、何もなかったように生きてくなんて、君にできるはずないでしょう。
った。今までありがとう。